ようこそソロヒルガーデンに。今日は2012年6月の中旬ですが、ソロヒルガーデンにはタチアオイの花が満開に咲いておりますのでご覧ください。タチアオイは花アオイとか梅雨の時期に咲くので梅雨アオイとも言われております。それから英語ではホリーホックですね。ここにあるのはほとんどがアメリカの有名なガーデナー、そして絵本作家のターシャ・テューダの種なんですね。こちらのタチアオイもまたターシャ・テューダの種から育ったものです。種から自然に翌年も育ちますので大変丈夫に育ちます。3段目のタチアオイの花に参りました。あまりたくさんではありませんけれども、いろいろな色の花が咲いております。アプリコットピンクや黄色もありますね。それから柔らかいベビーピンク、濃い紅色もあります。では4段目の花壇です。ここの花壇のタチアオイにはピンクの花が大変多いのですが、薄いのや濃いのや、それから白いピンク、アプリコットピンク色あります。その中で一番濃い青黒いという表現の赤い紅色のタチアオイがあるのですが、それが昔から私たちの家の庭にあったタチアオイです。それ以外はターシャ・テューダの種です。この花のしべを中心とした形といいますか構図を見てください。とても幾何学的で、自然がよくこれだけのものを作れるなという。タチアオイは下の方から咲いていくんですけれども、この花がてっぺんにまで咲くと梅雨が明けると言います。